68C のビッグエリセーラーブラウスです。お色はブラウン、ベージュ、カーキの3色展開で、お値段税込み4990円でございます。おい、じゃ実際お見せすると、今ゆうちゃんが手に持ってる、あ、手に持ってるのがベージュ、はい、でゆうちゃん着てるのがカーキ、はい、はい、そして私が着てるのがブラウンの3色展開で、お値段税込み4990円でございます。はい、ではゆうちゃんおすすめポイントお願いします。はい、これ引き続きトレンド、大トレンドのエリブラウスでございます、はい、結構可愛い印象のエリブラウスなんですけど、ちょっとあのいずしっぽいなっていう点が3つぐらいございまして、うん、まず1つ目がですね、この素材がもう何と言っても可愛くって、なんかシャツ生地だったかじゃなくて、ちょっとなんかリネン入ってるよう な、 そう、ね、なんか結構ザラザラ、あの肌触りは全然ザラザラはしないんですけど、結構表情凹凸感のある素材なので、ちょっとナチュラルっぽいお作りの素材になっております。なので生地感は結構薄手ではあるんですけど、そんな透け感もないですし、冬はタートル入れれば全然あの可愛いと思います。春も着れますし、秋も冬も着ていただけるかなと思います。で、ね、あとボタンがこう3つあるのが、大きいのがまたレトロで可愛いので、それもまたいずしらしいアイテムとなっております。3つと言いましたが、2つかな。そうだね。あと色味ね、色味はちょっと朝っぽい、このベージュ、カーキ、ブラウンっていう、もう木秋の、あ、こちらの木って感じ。確かに、でもおすすめのアイテムです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあコメント読んでいこうかなと思うんですが、あ、美穂さんベージュはピンクに見えるねって。ベージュは確かになんかピンクがかってますね。かかってるね。ピンクベージュにも見えるかも。うん、でも結構多分ベージュの方が色味は近いかも。うんうんうん、でこれも確かになんか深いカーキかな。そうね、確かに画面で見ると結構くるんですけど、もうちょっと実際はカーキです、うん、結構ちゃんと深みのあるカーキって感じ。そうだ、結構これだとチャコールグレーに見えるかも。うんうんうん、はい、一応ね、お色はあの商品ページがあの一番正しいので、そちらをご覧いただけたらと思います。はい、Bさんが洗濯したらシワシワなるかな。あー、一応お洗濯はね、どうでしょうか。あー、洗濯は、洗濯は手洗いか。あ、そうね、多分レイヨンとかも入ってるんで、ちょっと手洗いになってるんですけど、まあ、ちょっとやっぱ多分全くシワはいかないとは言い切れないと思うんで、多分あのパッパってやってもらった方があの綺麗に長持ちしてきていただけるかなとは思います。はい、うん、あ、ミロンさん、バンザイしたらお腹見えますか。バンザイ、あー、めっちゃショート丈ってわけじゃないんですけど、私今多分ハイウエストのデニムで見えてないぐらい なんで、多分そんなにでもめっちゃショートじゃない。私で骨盤ぐらいなんで、そんなめっちゃショートじゃないんで、そこまであのお腹が見えるのは気にしなくていいんじゃないかなと思います。はい、うん、あ、ミキさん、あ、マキさんじゃ、ごめんなさい、間違った。マキさん、画面だと確かにグレーな感じに見えますね。そうね、でも結構あの実物はもうちょっとちゃんとカーキです、うん、深みのあるカーキって感じです。明るいよりかはちょっと渋めのカーキですね、うん、です。ブラウンはね、多分もう画面とまんまって感じです。なんかここはブラウンって感じ、結構濃いめのブラウン、これも結構あの深みのあるブラウンですよね。明るいブラウンじゃなくて、結構あの大きめじゃない、深みのあるブラウンって感じですね。はい、アイカさん、羽織で使うと襟違和感ないから、お、ゆうちゃんがしてくれるので、もう少々お待ちください。うん、なんかこんな感じかな。あ、でも全然違和感は、うん、なんか違和感ないです。結構シャツっぽいかも。うんうん、なのでいけそう、こんな感じ。なんかペロンってなるので、普通のシャツはあんまり大差ないというか、襟のブラウスで羽織もできるよって結構あると思うんですけど、これ結構違和感があまりなくて可愛いかも。なんか一個だけ締めたりしても可愛いんじゃないかな。うん、なんかペロってなるの可愛いなと。うん、なんか長袖のあのボーダーとかも可愛いですね。あ、可愛いと思う。うん、そう、開けるとかっこいいです。そうですね、なんかこういうキャミソールだとかっこいいかもですね。もうちょっと花見せ抑えたらあのマイルドになるかな。タープルとかね、うん、と思います。なんかすごい声さ、なんか声ね、ちょっと枯れてる、声枯れてるんですよ。ちょっとやっぱ何日か喋ってないとあれですね。いや、あるよね、リモートの次の日は声出た、はい、そういう感じですね。うん、家パーキなんで、ここはブラウン似合わない秋じゃないのかな。あ、
やっぱそういうのもあるんですよね。確かに多分家の中にでもなんか違うみたいな。そうそう、なんか、ね、家上の秋の中でもなんかビビットとかなんかちょっと私も忘れちゃったけど、なんか4通りぐらいあるんですよ確か。そうだから、なんかそれがやっぱ多少ね、やっぱあるのかもしれない。似合うブラウンとか、なんか自分が着てみてあれって思うのはやっぱそういう感じなのかもしれない。あ、その後の被り方忘れたせいです。これはね、なんか結構ボリュームがあるので、なんかくたって浅くして被るのがすごいなと思います。こう巻けるだけだと結構頭大きいので、結構下にしてこいつを潰すような感じかなと思って、まあ、結構もうスタッフみんな被せるので、被りすぎやね。そろそろ多分社内のみんながボアに様変わりしていくんじゃないかな。そうそうそう、ね、でございます。え、かわいい、かわいいね、これめっちゃいいやん。え、いいね、私これ好きよ。違うみたいね、かわいい、かわいい。ちょっとニットベストはね、これイズシンなんですけど、まだ未発売のやつなんですよ。ちょっとあの、あ、もっちゃんがスタッフのおすすめしたやつ、ね、そう、自分で忘れてた。そう、みなりのスウェットと合わせてたやつ、これ来週やったか、来週発売予定なんですけど、え、かわいいね、これめっちゃかわいいね。私好きやわこれ、めっちゃ好き。なんか雰囲気まだ変わるもんね。全然違うね。うん、ぜひ。多分 U ネックよりかこれ V なんですよ、このニット。多分 V のニット、あのニットベストの方が可愛いと思います。ここがね V やし、だから多分深 V ニット、今多分ちょっと在庫がないんですけど、あの大人気の深 V ニットでも合うと思います。はい、もうちょっと多分ゆるっと感が出てまた雰囲気変わるんじゃないかなと思います。ね、これね、めっちゃ私おすすめここでです。これ雰囲気まだなんか全然一緒のトップスとは思えない、雰囲気が変わるからすごい、いろいろ楽しんでいただけるかなと思います。はい、わ、ありがとうございます、嬉しい。あ、ハロウィンいけそう。ハロウィン、まあ、色味的にはちょっとハロウィンかも。でもなんか可愛いから、このなんか甘栗みたいな色してないかわいい。甘栗なんか秋で、私はこのベージュとブラウンの色合わせ大好きなんで、可愛い、おすすめでございます。あ、ありがとうございます。出遅れた、今来ました。ありがとうございます。ぜいちゃんさんもありがとうございます。あ、今流行りのカラーパンツピンクに合うのは何色だと思いますかって。ブラウン可愛い。確かにブラウン可愛いと思う。確かブラ、ちょっとね、実際ピンクがあんまりないんで、ちょっとあのパンツがないんで、あの雰囲気がお見せできないんですけど、確かにブラウンとピンク可愛いと思います。可愛い。ね、なんかいろいろマイルドになって可愛いと思う。ぜひブランと合わせてほしいなと思います。ゆかちんさん、もぴちゃんのマーメイドスカート今日届いたよって、細身でもいつも緩いのにこれはぴったりで、綺麗で感動したって。嬉しい、ありがとうございます。これね、多分まだ在庫もあるんですけど、本当めっちゃ綺麗に着れるんですよね。そう、でもなんか綺麗に着れるけど締め付け感とかは全然ないんで、本当着やすいと思う。可愛いさ。そう、私もやっぱこれ可愛いな。で今実感してます。しかも履きやすいんですよこれ、デニムやのにめっちゃ伸びるから、ね、めっちゃ伸びるから、めっちゃ履きやすい。そう、めっちゃ余裕。あ、そうやね、めっちゃ余裕やと思いますこれは、です。あ、ナリンさん、もうおっしゃってたらすみません、全然です。このカラーのブラウスどうしても色が決められません。お二人のおすすめと、こういうコーデしたいならこの色がいいなどアドバイスお願いしたいですって。あー、ゆうちゃんおすすめはカラー、カラーブラウスか。でもなんか緑珍しいなって。確かにね、ね、確かに。私緑流行ってるけど、こういう色やったら調整しやすいと思う。そうですね、結構もうちょっとビビッドなグリーンが流行ってるみたいな。あ、そうね、これ結構いいなと思いましたが、もぴちゃんの私は、私はこのコーデがめっちゃ可愛いで好きやけど、でも私もブラウンかカーキ、どっちか悩む。可愛い、カーキでも確か珍しいから、なんかパンツとかよくあるじゃないですかカーキって、ある。でもトップスってあんまりないから、迷う、すごく迷う。ブラウンかカーキ迷うね、迷う。なんかこれだったらなんだろうな、まあ、デニムは絶対可愛いし、可愛い、薄いデニムでも可愛いし、インディゴでも可愛いし、羽織でも可愛いし、なんかタイトなスカートとか。あ、結構何でも合う気がする、お手持ちのもので普通になんかプリ、なんかテーパード系のパンツとかで綺麗めにしてもらってもいいと思いますし、で本当それこそ言うと言ってくれたデニムとかでも多分結構何でも合うんで、いろいろお手持ちのもので合わせていただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、です。
わせても間違いなく可愛いな。いや、サロペ可愛い。絶対可愛いと思う。また後で、さ、あの、着回しの時時間あったらしてみようかな。はい。思います。はい。と、あ、もっちゃんのベストにロンティー合わせみたいです。お、あ、これはね、まだね、まだ発売じゃないですよ。なんで、うん、あの、来週かな、発売の時にまた紹介するので、その時にぜひ、あの、ロンティー合わせしてみようと思います。ごめんなさい。はい。はい、私も着替えてくるかな。お願いします。ほい。